どうもプロボラのスターです。今日はですね、六甲クイーンズの連コンディションでね1ゲーム投げていきたいなと思います。久々にですねあの小林隆之プロと最終ゲームちょっと気合入っております。小林隆之プロといえばね愛嬌カップで11位ということでね、素晴らしい成績を出しましたので、絶好調だと思いますんでね、私も負けないように頑張っていきたいなと思います。今日投げるボールはねリアルアブソリュート、そしてレーンコンディションはね、六甲クイーンズですね、まあ、7月の初旬に行われる大会の、レーンコンディションでございます。ぜひですね、ご覧いただきましてこのリアルアブソリュートのね、まあ、素晴らしさを皆さんにお届けしたいなと思います。でね、まあ、せっかくトーナメントのレーンコンディションですからね、まあ、解説ではないですけどもまあ、こんな感じに感じるみたいなことを言いながらねちょっと投げていってご覧いただける皆様の参考にしていただけたらなと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではですねリアルアブソリュートで1ゲーム投げてまいりたいなと思います。絶好調ですからね小林チャンネルで、シーズントライアルも何やったかな3位、そして、先日の愛嬌カップも11位ということでねちょっと素晴らしい、まあ、成績出してますんでねもう調子いいと思うんですよ。なのでねちょっと相当締めてかからないとやばいっすよね。はい、じゃあ行きましょう。どう？さあどうでしょう。これはええやろ、ええやろ、持ってこい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんでやねん。いきなり惜しいな。もうちょいか。もうちょい。なんかあそこまで出たらね、確かにちょっと天品だな。やばいよ。笹田チャンネルも負けてません。負けてない。はず。よいしょ、OK。 いや、私も今年はね関西オープンでポイントをある程度取ってからもうあのシーズントライアルもそんなによくありませんでしたのでね、で小林チャンネルが、まあ、この前11位になったということで大きなポイント獲得してますからもう順位はねかなりちょっと離されてますんで、この絶好調小林チャンネルここで倒さんことには笹田の名が廃る。いや意味が分からない言いたいだけです。よし、行くぞ。私も負けてないっていうとこ見せないかん。よっしゃ、これはいいやろ、これは。あー、これよし、笹田今の超かっこいい。で、このリアルアブソリュートなんですけど NRG2 のパールでセンチネタルコアということで、で初代のね、アブソリュートこれもね弱いカバーストックの割にはしっかり動いてきたんですよね。でミートエリアの中盤からのキャッチがすごい強かったイメージがあって、でこれにね NRG2 が乗ったということで余計に中盤のキャッチ力がしっかりしてますよね。はい、なのでなんやろね、結構手前からしっかり曲がってくるような感じ。いいやろ、いいやろ、いいやろ、いいやろ。なんでやろこれじゃ、これじゃ小林チャンネルに勝てないよ。すー、ちょっとリリース甘かったかな。もうちょい、もうちょいやな。もうちょいしっかり転がさないか。大丈夫？イエイ。よし、今日も脱輪してません。今日も脱輪してません。これでねスペアミスターはね脱輪タイヤって言われるんですよ。それだけはちょっと勘弁やからね。よし、こっからでしょボーリングは。このレーンコンディションってでも小林チャンネル今日今回何投げてんだろうな小林チャンネル。はい、行きます。これもええやろ、これはええやろ。よし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 。いや、ええやろって言いながらだいぶ怪しいピンアクションでしたけども、このボールね、いやポケットに入った時のこのピンアクションの威力はねガチでやばいっす。ガチで重戦車、いやすごい重みを感じる。でなんやろね、なんかこのレーンコンディション投げやすいですよ。なんか思った以上にもうちょっとなんやろ走っていくボールの方が投げやすいんかなと思ったんですけど、これぐらい噛んでくれた方が、これぐらい噛んでくれた方が、よっしゃー、個人的にはなんか投げやすさを感じてしまう。中を投げれるしね。もうちょっと多分もうちょっとカバーストックを落としたりとかすれば、まあまあ外がいいんでしょう。外って外もこのレンコンディション全然投げれるんでしょうけど、1対5ですしね。
で外もねすぐこうしっかり曲がってきそうな感じがするんで、まあまあ女子だけで投げるって言ったらちょっと話は違いますけど、まあまあね、もう女子も結構こう曲げる方が増えてきてるので、まあ、割とすぐ中を投げないといけなくなるんじゃないのかなっていう感じがするようなコンディションですね。さあ、ちょっと出過ぎた。あそこはあかん。ああいう風に、あそこのね、あそこまで行ったらもう如実に天ピン。もうちょいピン前で投げないかな。そう、出しすぎて切らしたら失速して天ピンみたいな。まあもちろんね、私の回転とかスピードやからっていうのはあるんですけど、なんかそういうのがね結構見えてしまうので、あんまり出さんと投げていった方がいいのかなっていう感じがしますね。そっちの方がピン飛ぶよね、明らかにね。でも、まあ、こうボールの破壊力っていうのもやっぱり確かなものがあるので、あれだけ出ていったとしてもまあストライクになる期待はものすごくある。そしてまあ出ていったんですけど、今しっかりと手前から、ブレーキがかかってたので、まあ曲がってきてくれるやろなっていう安心感がやっぱりあるなっていう感じですね。はい、ちょっと狙うスパット変えよう。はい、これいいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。 OK、 よし、今のは良かった。やっぱね、ちょっと17のイメージでは、まあボールがだいぶこうちょっと外に膨らんでいくイメージになってたので、もう半枚から1枚ぐらいをうちのスパットを狙うようなイメージで今投げました。まあそうするとやっぱりストライクになりますね。まあいい感じの曲がり出しやったと思います。はい、よっしゃ、ちょっとイメージが見えてきたぞ。こっから小林チャンネルをまくる。絶対ストライク続いてると思う。いくよ、よし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 、いった、 OK、 よし、うまい、今のはうまい。完全にラインがね、今のはもう狙い通りのポケットの位置というかフッキングのね、あのあたり、まあもう完璧にそこっていうわけじゃないですけど、まあ正直ちょっと投球はちょっと危なっかしかったんですけど、はい、ですけども、自分が狙ってるスパットはしっかり通りましたので、ラインはしっかり出てくれましたね。はい、よっしゃ、いいぞ。17ではなく17半ぐらいのイメージですね。17まで行くとなんかすごい出ていく感じに感じる。はい、行くぞ。そうだ、どうだ、ちょっと打ちた。 OK、 よし、いいぞ。これはちょっとワンチャンあるんちゃうかな。220まで、220じゃ、最近の小林チャンネル220じゃちょっと無理かな。いや、ちょっと弱気。小林チャンネル強いからな。で、ちょっと6校のシーズントライアルも、まあ、レーンも結構難しかったと、割とね、難しかったんですけど、小林チャンネルバチバチでしたからね。よし、まあ、戦友がバチバチなの嬉しいですけどね。もうでもここでは敵ですから倒します。あー、やばい、いやー、ノーヘッドは左、ノーヘッドはひどいよ。いやー、これはひどい、いろいろひどい。フォロースペアとどかへんかったらもう間違いなく負けやもんな。よし、まあ切り替えて、ね、切り替えて、いい時も悪い時もありますから、はい、行きましょう。はい、いいでしょう。 OK、 よし、あー、危ない。220か、これではちょっと届かんかな。これでは負けかな。いや、でもボール自体はね、レーンにはね
全然合ってる気がする。なんかレーンもそんなやっぱめっちゃ難しいっていう感じでは全然ないね。これ打つ人超打つんちゃうかな。まあもうちょっと行くように感じるんちゃうかな。なのでまあ15枚とか、まあスパットで言うとそれぐらいかな、から投げ始めるんじゃないかなと思うんですけどね。場合によってもっと弱いボールで外も全然ありなんじゃないのかなっていう感じが個人的にはします。はい、じゃあもうちょっとここは最後はちょっと締めていきましょう。よいしょ、これは OK でしょう、 OK でしょう。よいしょ、このピンアクションよ、これが強いんですよ。見ましたか、あの押し込み。いや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 、もうドスコイドスコイですよ。もうなんかもうリアル相撲みたい。ちょっと意味わかんないですけど、はい、ということで小林チャンネルとの対決225点でした。うん、3点フレの1投目ちょっと最低な1投でしたけども、このリアルアブソリュートですけどもね、ミッドエリアから噛むみたいなね、まあ、手前のスキット感がいいっていうのは正直あんまり感じないんですけどね。でもこう途中からのブレーキでね、ブレーキ抱えながらちょっと進んでいって奥でグッと入ってくる感じですね。で、まあ、結構動き的にはアーク状な感じがするんですけど、まあ、アーク状のボールってなんかそんなにピンアクションも出ないイメージなんですけど、これに関してはめちゃなんかもう重戦車のような感じがするんですよね。なのでとりあえずポケットに掘り込んどいたら、まあ、なんとかなってくれるなっていう感じですね。で、まあ、この43フィートの、レンコンディションに置きましても、まあ、1対5ということでね、まあ、結構スコア出そうな感じのレンコンディション、正直、まあ、ただこう外出しすぎたらさすがに抜けますけど、ただこう手前からのキャッチがこうしっかりしているので、あのまあまあ一投はねちょっとあまりにもひどくてボール出ていっちゃいましたけども、なんか出ていこうとするところをしっかり手前からのブレーキでこうカバーしてくれるような、まあそんな感じがするような感じですね。で、まあ悪状なのでこう収まりも非常に、いいボールなので、非常にまあこのレインコレーションにおいては特にまあ投げやすく感じましたので、ぜひですね今日の動画参考にしていただきまして、ご購入をご検討いただきたいなと思います。ただし小林チャンネルにこれで勝ってるとは思えないんですけど、ワンチャン勝ってほしいですね。そして、7月2日に、ラウンド1スペシャルライブチャレンジ、これ第2回なんですけど、小林プロとまた開催していただけることになりました。皆さんぜひですね、エントリーいただきまして、前回は、まあ負けたらカブトムシみたいなことやったんですけど、まあ、今回もね、まあ、いろんな企画、まあ、しながら、小林プロと、皆さんに楽しんでいただけるように頑張ってまいりたいなと思いますので、ぜひですね、ご参加のほどよろしくお願いします。はい、それでは今回も内容良ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。負けたかなー。